お帰りなさい。アーロイ、客人が増えたのですね。それに通信の発信源も判明しました。ああ、実はこれも見つけたんだ。ゼニスのシールドを解除した武器の部品だったんだが、故障して爆発した。武器を複製して改良できればゼニスの優位に立てるかも。それではスキャンします。完了。フォーカスのデータと結果を組み合わせ推論すると、武器の技術レベルは非常に高く、ゼニスのものに匹敵しますが、仕組みは不明です。爆発でデータが破損したのか。爆発は無関係。武器が故障した瞬間にコア内の全データに対して消去コマンドが実行されたようです。表向きは武器の機密が敵の手に落ちることを防ぐ措置ですが、おそらく設計者は追跡手段を断とうとしたのでしょう。サイレンスか。彼に関するデータに基づくと、私もその結論に同意します。あいつが協力するわけない。とにかく知れてよかった。でもゼニスたちにエレウシスが奪われた。アルテミスとアポロンと一緒にな。残念なことです。ですが当初の計画から変更はありません。残り2つの副次機能があれば、私のヒューリスティック処理能力が向上し、ヘファイストスを吸収できるはずです。そうか、焦らず行こう。それじゃあ私はそろそろ行くよ。捜索がうまくいきますように。ああ。ありがとう。サイレンスの武器は利用できなそうだな。しかも今はエリザベトのもう一人のクローンがいる。まだ副次機能はあと2つ手に入れないといけない。集中しないと。当主、来たな。どうぞお座りなさい。ウタルの領土に足を踏み入れるなら装備を整えなさい。逆賊が平原の集落を襲っている。北にある川の調べという村が激しく抵抗しているらしい。そうなのか。逆賊が機械を使ってるなら、ウタルに加勢すべきか。でも周囲は危険だらけだ。今日はお買い物かね。
ポーチは無理でもカバンには入る。呼び水の矢玉で優位に立てる。逆賊だ。そういえばテナークスが警告してたな。どうせよからぬことを企んでるんだろう。Thank you.
女が見えた。なんとか入れた。仕切っている奴を見つけて、何が起きてるのかを調べないと。
一部の枠を固めて。話は通じそうにない。ここだ。あの中を調べてみよう。
地場みたいな設備もあるな。見張りを頼みます。流れ物かよ。